帝世紀の模型内での位置ホルム・ボアリウムは古代ローマ時代のローマにあったホルムである。ホルム・ボアリウムはテベレ川とカピトリヌスの丘、パラティヌスの丘に囲まれたベラブロム国の交通の要衝に位置しており、王政ローマ時代に牛の市場がこの場所にあったことから牛市場と名付けられた。テベレ川に面した川岸は港として整備され、 ローマで最も古い橋であるアエミリウス教で対岸に渡ることもできた。フォルムロマヌムに向かう道にはヤヌス門が設けられていた。フォルムにはプブリウスするピキウスガルバマクシムスが紀元前210年の第一次マケドニア戦争でギリシアのアエギナ島から奪った巨大な牛のブロンズ像が飾られていた。時代を経て共和制ローマ中期港の役割は テベレ川の少し下流のエンポリウムに移り、牛市場もすぐ近くにあった、公共市場に集約されたため、フォルムボアリウムは、牛市場から商業の中心地に姿を変えていった。この場所はまた、紀元前264年に、貴族の葬式に際して検討士の協議を始めていった場所でもある。後の失聖官、デキムスユニウスブルトゥスが亡き父の栄誉を称え、三組の 奴隷を検討士として協議を行った。この場所は宗教的な中心地でもあり、ヘラクレスウィクトール神殿とポルトヌス神殿があり、紀元前6世紀か紀元前5世紀頃に建てられたヘラクレスの大祭壇もあった。帝政ローマ末期にはこの場所に多数の店が並ぶようになった。神殿はどちらもキリスト教の教会に転用された。キルクス・マクシムスとの間にあった。 ヘラクレス・ポンペイアに神殿は8世紀に真実の口で有名なサンタマリアイン・コスメリン教会に改築された。ヘラクレス・ウィクトール神殿は円形のペリスタイル建築で紀元前2世紀のものとされる。同心円状にコリント式の柱でできたコロネードで構成されており、中心に円筒形の内陣がある。土台は業界岩である。かつては上に アーキトレーブと屋根があったが、現在は失われている。ローマに現存する最古の大理石建築の一つとなっている。ポルトゥヌス神殿は長方形の建物で、紀元前100年から紀元前80年の間に建設された。四中式のポルチコが正面にあり、土台の上の内陣には階段を登っていく形になっている。正面のポルチコの四本のイオニア式円柱は、 独立して立っているが、側面と背面の柱は内陣の壁に埋め込まれている。業界岩とトラバーチンでできていて、表面を化粧漆喰で仕上げている。ありがとうございます。